どうも、芸人かけるプロスピエスでございます。吉本芸人大野たかると申します。よろしくお願いします。昨日ね、7連勝してリアタイでね、今日8連勝だというね試合にしたかったんですが、なんとね昨日動画外で負けました。はい、負けました。申し訳ございません。その負けた様子、こちら撮ってあります。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、ということでね、さよなら負けしましたね。まあ、なんで取ってたかっていうと、この試合負けそうだなと思ったんですね、途中から。これは残しとかないとやばいと思って、取ったんですね、途中から。でね、まあ沢村投手のそのスタミナゼロにも気づかずね、今沢村投手投げてたじゃないですか。そのスタミナがゼロだったんですけど、まあそれにも気づかずね、投げさせてしまったっていうのは僕のミスでしたね。あと守備固めもしなかったっていうね。ちょっとね、やってしまいました。で、その後7連敗しました。はい、7連勝したと7連敗しましたからね。はい。で、ようやく昨日ね、勝ちまして、で、さっきね、ちょっといい一戦やったんですよ。そしたらね、また負けました。はい。はい、また負けました。ひどかったですね。いや、だから本当ね、ちょっと今日、ぜひ皆さんにね、勝ち試合見せられるように、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。では、松坂投手です。いきましょう。松坂投手の A 極みだから、まあ、ここはちょっと勝ちたいですね。ここはね、ちょっと本当に勝ちたい。マジで勝ちたい。今永投手か。まあなんかこう、今がいや、どっちも A ランクか。いや、松坂投手ね、心配なニュース入ってきました。頸椎の手術をしたそうで、長期離脱というね、情報入ってきましたね。まあ本当にね、僕、松坂投手大好きなんで、ぜひね、まあ直して、また復帰していただければなと思います。せっかくね西武に戻ってきて、楽しみにしてるシーズンなんでね、ぜひとも頑張ってほしいなと思います。それでは丸選手いきましょう。プレーボール。いよいよ内戦、うちの期待の一番だからね、丸選手。期待の一番ですよ、めちゃめちゃ打つからね。ちょっと今もスローカーブダメだったね。もうちょっとマシンで捉えないといけなかったね。さあ、川端選手もね、特訓してミート A に乗せました。かなり打ちますよ、川端選手は。めっちゃ打ち上げるな、僕最近。めっちゃ打ち上げてるな。チェンジアップか。しょうがない。さあ、柳田、絶好調でしょ、今。リアルで。現実の柳田やばいですよね、今。ナイバチじゃない？嘘、ナイスショー、ナイスショー。今のはナイスショーだったな。さあ、これからファイターズが守備につきます。さあ、松坂投手。このね、プロスピではね、まだまだ頑張ってほしいです。ナイビッチ、いいよ。絶対勝つ。絶対勝つんだと。いうね、意気込みでやっていかないとダメですよ。いいっすね、まさか投手。いいよ。OK よ。ナイピッチ、オッケー。さあ、打ちましょう。原さん、若大将いきましょう、若大将。さあ、若大将、うちの4番、キャプテン。うわー、甘い球だったな、今。若大将いきましょうよ。ダメでしょ、今の、振っちゃダメでしょ。うっそー。ここはね、確実に行きたいですよね。オッケー、いいよ。さあ、どうだ。ちょっともう遅っ、スローカーブ今の。
さあ新5番岡本選手です。ブラッシュ選手から変えました、岡本選手に。それ入ってんだ、ちょっと厳しいな、めっちゃ打ちづらい。それはうん、いいよ、さっき手出しちゃったからね、それね。3球目は何で来るか、ナイバチじゃない。あー、ちょっと遅かったな、振り遅れだな。いやー、ちょっと今の入っどうなんだろう、もう分かんない、今ストライクゾーン入ってんのかな全然打てないよ、やばいやばいやばい。ナイバチじゃない。なんだよ、全然ダメだった。さあ、松坂投手、おー、Sの松田選手いいな。松田選手結構僕好きだな、欲しい。まあでもサード揃ってるか、今原選手もいるし、若大将もいるし、若大将もいるし、川端選手もいるんですよね、実は。で、岡本選手もいるから、何気にサードは揃ってるんですよね。まあ、その中でも若大将を起用するっていうのも相当な、僕にとってのその、なんて言うんだろう、本当僕にとっては若大将は特別ですね。うん、マサカ投手ナイピよ、ナイピ、まあ、ナイピナイピナイピ、マサカ投手ナイピ。いよいよ試合テンポが速いのっていいよね、なんか見やすいですよね、動画的にもね。交代でしょう、 A ランクの浅村選手は使えませんよ、ここはね。さあ、アジア選手いきます。アジア選手久しぶりにね、チームに入れました。はい、アジア選手頼みますよ、代打の切り札。アジア選手交代、ピッチャー交代かな、これ神宮かな、これ神宮っぽいな。うわ、出た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 、このね、通信ファーストえぐいっすよ、この人の、これえぐいな、これえぐい。ないましじゃない、うっそうっそ、てか何その嫉妬、通信ファーストだよ絶対。うん、通信ファースト読めれば打てるぞ。あー、ないないカットだな今、絶対通信ファースト来るぞ。あー、くそー、やられた。源田選手なミート75か、行こう、ミート75だったら行こう。ないましじゃない、うわー、嘘なんで、なんでこんなヒット出ないの、全然ヒット出ない。 OK よ、甲斐選手はねめっちゃ期待してますけどね。ないバチ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 、いよいよ甲斐選手めっちゃいいじゃん。さあ、リードオフマン2回も回ってきました、山田選手行こうよ。ないバチじゃない、オッケー、ナイバッチのある選手、ナイス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 、いいよいいよ。さあ、もう続こう、どんどん続いていこう。あー、ついしまった、もう絶対ダメだったな今のは。うん、まあ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 、オッケーでしょう。さあ、ここはね、セカンドに、井上、川端選手変えようか。レフト西川選手、龍馬だね、龍馬。うん、さあ、松坂投手、今日ね、バッドニュース入ってしまいましたけども、ぜひともね、これからも頑張ってもらいたいんでね、バント、バントっすか、お、アジア選手だ、ここは勝ちたい、OK よ、セカン、ナイス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 、いいよいいよ。ここはね、ちょっとスライダーで逃げよう。打ち気になってるから外に見さしといて、ここのストレート引っ掛けろ、引っ掛けない、引っ掛けないですね。さあ、松坂投手頑張れ、 OK いいぞ、ここのストレートで終わりだ、 OK やりました、ありがとうございました。いやー、甲斐選手のヒットと丸選手の、2点タイムリー、そして松坂投手の完全試合ですか、松坂投手おめでとう。うん、松坂投手僕ね好きなんだよな、頑張ってほしいんだよ今シーズン。
僕ね、松永投手の下敷き持ってるんですけど、初めて買った下敷き、あノーヒットノーランか、まあ初めて買った下敷きはね、松坂投手で、まあ1999年か、で僕すごいねその時から好きで、でやっぱ甲子園の印象が強くて、あのね、なんて言うんだろう、頑張ってほしいなと思うんですよね。なんかやっぱ応援したじゃないですか松坂投手って。やっぱり日本の大エースだから、あの本当にね僕は応援したい松坂選手を。ぜひとも怪我治して焦らずね。ただ、今年多分確か40歳のシーズンなんで、40歳になるのかな、9月13日で、だからぜひともね、残りどのぐらいのねプロ野球生活人生になるか分かりませんけども、ぜひもう一花ね咲かせてほしいなと思います。夢あるよ松坂大輔は。ごめんなさい、熱く語ってしまいました。ありがとうございました。ということでね、本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方、チャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。明日から最強決定戦始まるんですよね。特訓 1.5 倍って本当来るんですか？なんか、いろいろ、プロスピ界隈で騒ぎになってますけど、特訓 1.5 倍来るんじゃないかみたいな話になってて、本当に来るのかなって思ってるんですけど、だから今特訓やめてるんですよ。1.5 倍来るんだったら、どうしようかなと思ってるんで、まあぜひともね、明日特訓 1.5 倍来てくれたらなと思います。では、また明日お会いしましょう。バイバイ。あ、そういえばね、プロスピグランプリで、レベル14になってね、なんとか、経験値 1.8 倍、たどり着きました。こっから選手めちゃめちゃ育てます。はい。そしてリアタイもっと強くなります。ありがとうございました。